長嶋一茂さんっていう人がいるんですけど、長嶋一茂さんって父親があのプロ野球選手の長嶋茂雄っていう人で国民栄誉賞とか取っていて、今野球選手の中では多分日本の野球の歴史の中では必ず名前が上がってくる人なんですけど、であの人の息子さんで、ただ一茂さんあんまり野球やってなかったんですよね。でなんかね、大学入るぐらいまでやってなかったけど、なんとなくやってみるかっていうので、なんか立教大学かなんかでやってみたら結構うめえってことになってプロ入りしたんですよ。でプロでも活躍したんですよ。でただ長嶋茂雄ほど活躍しなかったのでプロ野球をやめて、でその後空手を始めて、なんかね2回ぐらいね優勝してんすよね、極真かなんかで、まあもちろん黒帯で。なので野球やってみたらプロになっちゃうし、じゃあ俺空手やるわっていうと空手の大会で優勝しちゃうんですよ。っていうのがあって、運動能力普通に何やっても高いんですよ。